ああ、もうやっぱり僕は中学生の時にファミリーコンピューターが出て、もう夢中になってやった世代なんですよね。で、考えるともう本当にどれが影響を受けたか、どれが好きかっていうと、本当にまあ好きではあるんですけども、一つそのギャップというか驚きを覚えたのが、まあ「スーパーマリオブラザーズ」ですね。あれをやった時に、もう本当アイデアなんですけども、キノコを食べて操作キャラクターが大きくなるっていう、このアイデア、これがすごいなと思いましたね。キノコ食べて何で大きくなるの？キノコ食べて花を取って何で火を吹けるの？っていう、そのアイデアというか、その斬新さというか、まあ、その当時すごいインパクトを覚えまして、やっぱりゲームっていうのは、その今まで僕らが持っている価値観の中に、やっぱりそうではない多角的な角度から見た、普段の生活の中では想像しえないアイデアで切り込んでいくってことがすごい重要なんだなっていうのを、まあ、今でも当時ですけど覚えてますね。